午前中の予選2番手さあゼントセルモスープラ、アタックをかけているのはもちろん立川雄二、1分54秒256が午前中のタイムでしたが、さあこのスーパーラップ一発勝負でどこまでいけるのか。現在47ポイントでドライバーランキングポイントも4番手につけております。まだチャンスはあるんですよね。まだまだチャンスは残っています、はい、ゼントセルモスープラ、セクサー1トップできましたよ、はい、この子はね左足のブレーキの使い方がものすごく上手ですから。あ、そうなんですか。はい、だから S 字なんかとあの本当に有利ですよね。左足のブレーキ、はい、ほう、みんなができることじゃないんですか。そうですね、まあ、何人かはやってるんですけども、特に上手ですよね。セクター2もトップできましたよ。うわー、立川が来ました。さあ乗ってる立川、ゼントセレモスープラ1分54秒130、この山本左近選手の叩き出しまして現在トップの数字を上回ることができるか、心配そうに伺っています。山本選手いい顔になってまいりましたですね、本当に。さあゼントセレモスープラ、セクター3もトップですよ、早いですよ。さあ早いぞ。正直言って GT で一番速い男の名前が出てくるとすればこの立川雄二かもしれません。さあ立ち上がってくる、どうでしょうか。チェッカーが振られましたが来ました。1分53秒台が出た出た出た、1分53秒801、とんでもないタイムです。またコースレコードですね。待って、あの午前中のね、え、脇坂純一選手の破りましたからね、1分53秒882を上回ってまいりました。1分53秒801、